第1列レーザー治療の永田クリニックへ行かれる方はこの先船越町バス停でお降りください。
次は佐藤三丁目、佐藤三丁目です。内科、リウマチ科、腹膜クリニックへ行かれる方はここでお降りください。
バスが停留所に止まって扉が開いてから席をお立ちください。東海線交通日本通り浜松市の方面行き
次は丸坂橋です。ナイスパスに入金の際はまず入金ボタンを押し、カードを置いたままで1枚ずつ紙幣を挿入してください。次、止まります。バスが停留所に止まって扉が開いてから席をお立ちください。次は、煙突とは天皇店。
煙鉄とは天王線です。京林道より南へ200メートルの松本整形外科へ行かれる方はここでお降りください。あなたの心と髪と日頃の疲れを癒すヘアサロンデコランジュ前です。煙鉄とは天王線隣にございます。皆様のお越しをお待ちしております。イオンモール浜松駅へ行かれる方はこの先のイオンモール浜松駅のバス停にてお降りください。次、止まります。バスが停留所に止まって扉が開いてから席をお立ちください。
まもなく1名です。止まります。バスが停留所に止まって扉が開いてから席をお出し。